おはようございます。アメリカ大学野球留学生の上野達樹です。えー、現在、アメリカ合衆国のオレゴン州にあるクラカマスコミュニティカレッジで野球をしています。さて、えっと、本日も紅白戦でした。えっと、僕はですね、えっと、昨日デッドボールを受けたので、えっと、大事をとって出場しなかったんですが、これでですね、えっと、大会前、リーグ戦前ですね。リーグ戦前の、えっと、すべての紅白戦が終了しました。本当早いですね。もうなんて言うんだろう。このラジオを始めた頃にはまだ、 3ヶ月あるからとか言ってたと思うんですけどそんなのがもうあれですからねもう10日を切ってもう9日といったところでもう目の前に迫っていた,来,た来ていたという感じですね今日は本当にもうみんな3インニングずつぐらいピッチャーで投げてでみんなたくさん多く打席が立っていたので本当いい実践練習になったんじゃないかなと思いますあと僕の,あの怪我の状態はですね一応えっと あのトレーナーさんに見てもらったところですねアスレチックトレーナーさんですねあの学校に常駐している見てもらったんですけど、えっと、一応骨には異常なさそうということで、えっと、しばらく、えーまあ、数日、えー、安静にしておけばまだ僕なので。 えっと、晴れとともに痛みも引いてくるんじゃないかなということで、一旦安静にしております。まあ、今週はね、えっ、ー、と、野球をしないで、今週は野球をしないでと言っても、えっ、ー、と、明日が練習で、その後、金、土、日って3連休に入ります。なので、ちょうど良かったんですけどね。あの、この3連休で、またしっかり治して、えー、ストレッチとかをしっかりした上で、えー、とまた来週から、えっ、ー、と、チームに合流できるように。 頑張っていいいきたいと思います、まあ、そのつながりでいくとですね、えっと、今回3連休なんですけど、本当になんか、オフ多くねって思われる方多いと思うんですよ。っていうのも本当になんてうの、実際多いので、あの日本と比べたら、日本ってなんだろうな、まあ、2週間に1回とかあったらいい方だなぐらいだ,とだったと思うんですけど、本当にオフが多いですね。あのーそれって、それだけ本当に僕たちに時間が任されるというか。 そういういのが多くなってますこれはまた今春だからあれなんですけど本当秋なんかもっと多いですね秋なんかはもう例えばサンクスギビングデーとかハロウィンとかなんかいろいろ催し物がその月ごとにあったりするので本当にそれごとに長期的休みですねクリスマスもそうですねなので本当にに何て言うんだろう休みが本当に多いなという印象です学校も閉まるんですよあのサンクスギビングもそうだし、えっと、クリスマスもそうです本当学校も閉まっても全部バタってしまるので もうあれですね、年末なんてもう前、もうほとんど休みじゃんみたいな、<laughs> そんなぐらいの印象です、本当に。あの、サンクスギビングの時も一週間ぐらい休むし、もう、もうクリスマスも問題問題休むし、もうどんだけ休み好きやねんって感じです。あの、本当になんて言うんだろう、なので学校が閉まるんですよ、祝日は絶対に。で、まあ、監督は、 あの野球部より学校の方が大事だというので、あのま大事さで言うと、その祝日休みが一番大きいですね。休み、学校野球部といった感じですかね。ま本当にこのぐらい序列的には休みの割合というか、重要度というか、そこら辺が大きいなという印象です。なので、何て言うんだろうな。ここら辺は結構戸惑うと思うんですけど、だから休みを与えられるっていう経験。今まであんまなかったので、あの渡米投資は本当に苦労しました。ここで。 ね、休みをうまく使ってで次の練習に備えたりだとか、まあ、次の何て言うんだろうな野球のプレーに備えるっていうのが結構難しかったのでラグが空いてしまうのであのなのであれかもしれないですなんか中学校の時にボーイズリーグとかあのシニアリーグとかやってた人は土日だけだったじゃないですかまあもちろん平日やってたチームもあると思うんですけど土日だけのチームがあるあの土日だけのチームって平日空くじゃないですか平日空いて土日に入るみたいな感じなので、まあ、そこで 何て言うんだろう。調整をして、また土曜日迎えるみたいなイメージですかね。まあ、そのくらい結構開くっていうこと、開くことが結構あるので、ここをうまくやっていけると、あの、本当に調整していくと、えっと、アメリカの大学生活でも、えっと、うまくできるんじゃないかなと思います。なので、えっと、本当にそれこそ休みが多いっていうことですね。なので、今週末、しっかり休んで。 は短,い短い今回は春,春休みみたいなあれかもあるんだ、あのー、立て付けみたいです、なんか、そのリーグ戦入ると、なかなか、えっと、連日の、例えば、2日連続のオフとか、そういうのができなくなってしまうので,で、みんな結構帰ってるんですよ、週末は。例えば、オレゴン州の大学なんですけど、僕は、オレゴン州の大学なんですが、えっと、隣のオハイオ州とかから来てたりとか、ワシントン州とか、あとアリゾナから来てる選手もいるんですね。あとは あのネバダ州とかですね、そこら辺から来てる人も結構いるので、そういう人たちは結構帰ってるんですよ、実家に、あの週末にね、わざわざまあ飛行機で帰る人もいるし、あのまあ車で帰る人もいるっていった感じですね。なので、そういったオフが取れなくなってしまうので、まあ、大会前最後のえっと長期休みだ、長期休みって言ってもみ、金土日なんですけど、木曜日の朝練が最後で終わって、そこからオフなので、まあ、実家に帰る人は帰ると。で、2ヶ月。 あるいは3ヶ月ぐらい帰れなくなってしまうので、まあ、そこでちゃんと親に頑張ってくれよと一言言ってで、また戻ってこいみたいなことを言ってました。なので本当に休みは多いので、まあ、しっかりとまあ。これは不幸中の幸いなので、僕にとってはあの？ね、肩にデッドボールを当ててしまったので、まあ、これをしっかりと治すといった意味では本当に。良かった なと思っているのでしっかり直してまたチームに入りたいと思いますごめんなさい前置きが長くなってしまいました前置き前置きというかまあ休みのお話をしてたんですが今日はですねちょっとリクエストにあのがあったのでお答えしたいんですがえっとアメリカの守備シフトについてですねお話ししていきたいと思いますあのよくあのめ日本のテレビとかでもメジャーリーグとかやってるじゃないですかで結構見かけると思うんですよ守備シフト まあ、守備シフトって言っても、そうですね。一番代表的なのは左バッターの時の引っ張りシフトですかね。あの、セカンド、二塁手がもうライトの目の前にいて、ショートがもう、えー、セカンドベースの裏もしくはそれよりも右側にいて、 サーードがシショトトら辺にいるって言ってたかシフトですねこれがまあ一番多いかなと思うんですけどまた、あ、は外野手が全部寄ってたりとか、まあ、そういったシフトですねだからこういうシフトって全部アメリカから入ってきてるなと思うんですよねなんかプライ日本のプロ野球でもあの日,日本ハムとかがやってあの話題とかになるじゃないですかあのまだ話題になるってことはまだ浸透してないということだと思うんですけどあのアメリカのメジャーリーグとか見てるともう絶対どの試合にも でバッター1人ぐらいは絶対いるんですよ、そういうバッターが、あのそのシフトですね、あのこれは本当にだから、それで言うと、あのシフトを敷くっていうのは珍しいことではなくて、本当はそういうバッターがいた瞬間に、ですねもうそういうシフトを取るって打った感じで、本当に。 そののの機会が多いですでですすねそのシフトの実はですね僕私上の立ちがですねそのシフトの対象なんですね <laughs> あのまあ恥ずかしいことに僕は引っ張るしか脳がないのであの いつも、えっと、そのシフトを紅白戦の時に敷かれてしまうといった感じですなのでセンター前ヒットがいあの全くい一歩も打ってないんですよもうセンター前にううあの抜けようとするあたりが全部ショートの正面っていうことになってしまうのであのライナーを打ったとしてもゴロを打ったとしても全部ショートに取られてしまうといった形であのセンター前ヒットが一個もないということでやっておりますけども本当にそうで何て言うんだろうな そそここににのシフトを引くことに全然抵抗がないんですね例えばなんだろうな、まあ、これは本当に文化だと思うんですけど日本でシフトやるって結構勇気いるじゃないですかあの例えば監督まあ選手が自らやるっていうのはまあ監督の許可がいるとかなんかいろいろどうだとか、まあ、そういうのは結構あったりすると思うんですけどなんかもうアメリカの選手って息を吸うようにやるんですよねなんでなんだろうかなあれなんか わかんないですがもう高校中学高校とかもうそのいそれ大学以下のあのステップの時にもそういうのを経験してるのかちょっとわからないですがなんか固定ポジションに対して固定概念がないというか、まあ、サードはここだよねショートはここだよねショーセカンドここだよねファーストここだよねみたいのが日本に比べて薄いんじゃないかなとですごく柔軟に、えっと、自分で動いてショートのやつが自らセカンドベースの裏行ったりとかだからそこら辺に。 結構自信を持っっててとといいううかかななんか柔軟にやってるなという印象です、まあ、監督の指示とかででもないんですよそれが、まあ、監督が指示出してるってならまだわかるんですがそこに対して全然抵抗がないというかなんかそのシフトしていたからといってなんかあれじゃないですかもし日本で急にこのシフトやりたいとたらちょっと戸惑うじゃないですかえこれどこ守ったらいいんだろうとかえこの場面どうしたらいいんだろうとかなんか妥協できたらどうしようとかなんかちょっと動揺するじゃないですかいつもと違う場所を守ってるんでなんそういうのがないんですよねなんか本当に さっっっきも言たたよようううにに息をを吸うようにシフトを敷くといったといころですごく面白いなと思ってますまたですね、まあ、これの一つの原因要因というかは、えっと、多分練習にあると思ってて練習でも全然こういうシフトを敷いていくんですねあの紅白戦、まあ、今回は紅白戦だったんですけど、まあ、紅白戦だからできることってあると思うんですけどそのシフトとかに関してはもう本当によく頻繁にやってただその中でそのシフトの中でのゲッツーとか。 あと盗塁された時とかそういうのもしっかりと対策をしていてあのあすごいなと思いましたいやまあ練習だからできるってとこもあるんですだけど練習でやってるから試合でできるっていうことなんでしょうねだから日本でももしこういうのを取り入れるとしたらしっかり練習って練習の中でやっていくっていうのが大事だと思いますで本当に何て言うんだろうこういうシフトに 日本人、外国人だから引っ張りしかないとか言うのではなくて、結構いる、当てはまる人いると思うんですね。まあ僕がチームの中で、あの、一番シフトを敷かれてるのは僕なので、なので、まあそういう人って日本人で、やっぱ僕、僕だけじゃない、日本人だから、えっ、ー、と、その、広角に打つだろうみたいな、そういうのはないので、いると思うので、あの、有効な人には有効だと思うんですね。日本人の人でも。あの、僕は有効なので、<laughs> 僕に対しては有効なので。なので、そんな感じで、まあ練習から、えっ、ー、と、座って、 ポジションに対する固定観念を持たないであのしっかりとあの状況に応じたバッターに応じたポジショニングが取れると、えっと、野球の幅というかディフェンスの幅が広がっていい方向に働く,んだ働,くことは働くことがあるんじゃないかなというお話です。 こんな感じでまとめたいと思います。はい。このラジオですね、私、上野つ月がアメリカ野球留学に関するあれをこれをお話しするチャンネルとなっておりますので、もし興味のある方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは素敵な一日をお過ごしください。上野つきでした。じゃあまたね。